どうも、くにさんです。今私がいるところはですね、東京にあります羽田空港の方に来ております。今回の動画なんですけども、以前の動画でね、新千歳空港食べログトップ10というね動画を上げたんですけども、今回はね、それに引き続きましてというところでね、羽田空港食べログトップ10をねやっていこうと思います。前回のね、新千歳空港の動画の中でもね、冒頭の方でご説明したんですけども、この羽田空港、全国で一番のね乗降者数を測ってる空港になるんですね。今現在ね、朝の7時になります。私ね、朝3時4時ぐらいに起きてね、こちらの方に来ました。いやー、未だにまだ眠いんですけども、それではですね、まずはトップ10のお店の方からねご紹介しようと思います。それではね、空港内に行ってきます。はい、第10位のお店はこちらになります。明石屋さんになります。ロールキャベツシチューでね、有名なお店ですよね。私もね、よくこのお店ご利用になってます。それではね、店内に入っていきましょう。はい、料理が到着です。個人的に大好きなお店なので、今回は贅沢にハヤシライスとロールキャベツシチューのセットを注文しました。見てくれからでもわかる、このトロトロなキャベツ。もうよだれが出ちゃい、あ、出ちゃった。早速食べていきましょう。まずスープからトロトロしていて、口当たり滑らかで程よい塩分加減で、クリーミーでホッとする味わいで美味しい。そしてお次は中身を見ていきましょう。中身は肉団子のような感じですね。ご飯の上に乗せるともう食べなくても美味しいとわかるビジュアルですね。早速食べてみると、このトロトロキャベツに肉汁じゅわっと出てくる肉団子、そしてこのトロトロスープがマイルドな味わいに変えてくれます。やっぱりうまい。そしてお次は一番好きな味であるタバスコを入れて味変をしてみましょう。入れた状態がこんな感じ。そしてご飯にのせたらもうこれやばいっす。それではいただきましょう。タバスコを入れることによりまったりしている味わいがシャープ感が増して味わいを際立ててくれます。そしてタバスコの酸味と辛味が食欲が増して、こちらの方がより美味しくなります。そしてお次はハヤシライスをいただいてみましょう。見た目は一般的なものより水っぽい感じで、色味が真っ黒です。それではご飯にかけていただいてみましょう。まず一口食べての感想は、酸味が一般的なものより強めな感じですが、トマトの風味とコクがあり、牛肉は酸味が効いているせいなのか柔らかい昭和の味と感じさせてくれるホッとする味わいで美味しい。ロールキャベツ2貫とライスだけでも950円という1000円で収まるメニューもあるので、空港グルメとしてコスパいい料理だと思います。ちなみにハヤシライスだけだと1200円でした。大変美味しかったので早々に完食です。ごちそうさまでした。はい、第9位はですね、こちらになります。信州そばの安住野さんになります。お蕎麦屋さんです。それではね、店内に入っていきましょう。はい、今回注文したのは一番人気ではなく、長野県の安曇野といえばわさびが名産であるので、この安曇野の葉わさびそばを注文いたしました。はい、料理が到着しました。信州そばってちょっと太めな麺なんですよね。長野県名産であり日本三大そばと言われる信州そばに、安曇野の名産であるわさびとのコラボ料理、楽しみです。いただきます。これの食べ方には手順があって、まず葉わさびとそばをしっかり混ぜます。混ぜ終わったらこんな感じ。そして小
皿に移します。その後にそばつゆをかけていただいてください。これでいただける状態になりました。いやーうまそう。いただきます。味の感想としては、コシというのはちょっと弱めでしたが、程よい喉越しが感じられ、葉わさびの食感も良く、とても美味しかったです。それとたまたま私の時だけだったのかもしれないんですが、葉わさびがめちゃくちゃ辛い、鼻が曲がってしまうかもしれないと思わんばかりの辛さでした。そばつゆにおいてはみりんの甘さは少なめで、だしがしっかり効いた感じだったので、葉わさびの味に負けないバランスだったのも良かったところかと思います。何度も言いますが、辛いのが苦手な方は葉わさびは遠慮した方がいいです。大量に涙が出たり鼻水が出たりしちゃいますので、葉わさび好きにはたまらない一品でした。第8位になります。第8位はね、つけ麺で有名な六輪車さんになります。この六輪車さんはですね、国際線ターミナル第3ターミナルですね、そちらの方にあるんですけども、今現在ねコロナ禍という状況で、まあ海外行けないような状況になってますので、国際線はね利用者がね少ないというところで、今臨時休業されています。なのでお店の方はねご紹介することができません。かつこの六輪車さんはですね、制限エリア内の方にありまして、24時間営業しているお店となっております。皆さんねご存知かと思いますけども、まだねこの六輪車さん知らない方はですね、概要欄の方にねリンク貼っておきますので、そちらの方をねご覧になってください。それでは第8位はね六輪車さんのご紹介でした。次はね第7位のお店になります。第7位のお店はこちらになります。カルビダイニングアビオンさんになります。こちらのお店はですね、2008年の11月にオープンしたカレー屋さんとのことなんですが、過去を遡ること昭和39年、旧羽田空港時代に唯一の高級西洋料理店として営業していたアビオンがありまして、この時のアビオンは海外のアーティストやハリウッド女優も舌包みを打ったほどの一流の味だったそうです。そして昭和40年から60年代に提供していたビーフカレーが大人気だったそうで、高級店だったのにもかかわらず、近所の方がお鍋を持って買いに来てたくらいなんだそう。話を最初に戻しますが、現在の2008年にオープンしたアビオンは、過去に人気であったビーフカレーを当時の料理長からレシピを教えられたノートを頼りに試行錯誤の末完成させ、カレー専門のお店としてオープンしたそうです。人気メニューは目の前の写真の通りのクラシックビーフカレー1600円。カレーとしてはちょっとお値段高めですね。このカレーの特徴としては、具材においては肉が大きくてゴロゴロしていて、ルーにおいては甘めでスパイシーさも辛みもあまり感じられない、子供が美味しいと食べていたカレーのような味わいなんだそう。懐かしさと感じて食べに来る方も多くおられるとのことです。私は食べたことはないんですが、食べたことがある方はコメントいただけると幸いです。以上、第7位はカレーダイニングアビオンさんでした。それではね、次は第6位のお店になります。第6位のお店はね、こちらになります。カレーうどん専門店のクードさんになります。それではね、店内の方に入りましてね、商品のカレーうどんご紹介していこうと思います。まずはメニューからご紹介といきたいのですが、こちらのメニューはお店から提示された QR コードを自身のスマートフォンで読み込んでメニューを表示させ、スマホから注文するという方法でした。はい、料理が到着しました。朝一だったので朝メニューの朝カレーうどんになります。カレーのいい香りが漂ってきて、朝からいい気分になれます。
うどんの他に奥にあるのが左からご飯、ピクルスに味変するためのだしスープになります。こんな食べ方の用紙もついてきまして、まずうどんを食べて、次はレンゲでご飯をすくってカレースープに浸していただく、最後にスープにだしを入れていただく、そんな流れとなっておりました。それでは食べていきましょう。まず麺の方は細めな感じですね。スープにおいてはかなりドロッとしている感じで、色味においてはちょっと白いですね。まずは普通に食べていきましょう。味の感想としてはスパイスがかなり効いているスープですが、辛さはなく甘めな感じでマイルド、美味しいです。ドロッとしているスープなので麺にかなり絡みついて食べ応え満点でした。次にご飯をスープにつけて食べてみましたが、優しい味わいのカレーライスな感じでホッとする味わいでした。次は箸休めにピクルスをいただきました。これがシャキシャキしていて、酸味塩分ともにちょうどよく美味しいです。このカレーうどんにバッチリな美味しさですね。うどんの欠点といえば麺にコシはなかったので、コシがあったらよかったなと思いました。最後にだしを入れてスープに味変をしていきましょう。こちらのだしはサバとイワシから取っただしとのことでしたが、高菜臭みは全くないですが、だしの旨味も強くもありません。入れてみたらこんな感じで最初のドロッと感が減って、一般的なカレーうどんの粘度になりました。早速いただいてみると、だしの旨味がしっかり感じられ、カレーの風味に負けてなくちょうどいい味のバランスになっており、これも美味しいです。最後にこのさらっとしたスープを食べることにより、食後の心地よさを感じられますね。なんでだしスープがあるのか食べてみて、なるほどと感じさせられました。おしゃれな店内で洋風的なビジュアルの料理でもあるので、女性も気軽に入れるお店ですね。大変美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、これでね、今回の動画は以上となります。今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね、5軒のうちね、2軒ほどお店臨時休業でやってなかったんですけども、次の機会で羽田空港の方で、ね、利用する際はですね、今回の動画ぜひね参考にしてみてください。次回はね、第5位からね第1位までをね皆さんにご紹介しようと思ってますので、次回のね動画も期待してね待っていてください。今回の動画でね、私がね一番ね良かったなっていう思うところはですね、CA のチャンネル。それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録、下の方にボタンありますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。